クラカを手に入れたラグナル。アーギュスト・マルムストレムが、19世紀の芸術家が描いたノーサンブリアのアエルラ、王に処刑されるラグナル・ロズブローク。ラグナル・ロズブロークあるいはロドブロークは、バイキング時代のコノルド・ゴシや、いくつかのサガに記述されている古代スカンディナビアの伝説的な指導者でお、そして英雄である。これらの伝承によれば、ラグナルは9世紀にフランスとイギリスに災いを、 もたらしらした人物であり、骨なしのイーバル、豪遊のビョルン、ハールブダン・ラグナルッソン、ジャノメのシーバルド、ウッポラを含む巧妙な息子たちの父でもあった。伝説によれば、ラグナルは、盾の乙女・ラゲルタ、貴族の夫人とラボルガルヨルと、アスラウグラとサンドを結婚した。デンマークの王、ゴズフレズと縁続きであり、スウェーデンの王シグルドリングの息子であると言われている。 彼は自ら王になると侵略と征服によって有名になったが最後は敵であるノーサンブリアのアエルラ王に捕らえられヘビローに入れられて殺害された彼の息子たちは大異教徒軍を率いてイギリスを侵略し残虐な復讐をしたヒルダエリス・デイビッドソンはデンマーク人の辞責の解説の中で第九の書に見られるラグナルの伝説はサクソが様々な出来事と物語を 一人の王ラグナルに落とし込もうとしたために多くの混乱と矛盾が現れていると中期している。そのため、デンマーク人の自責でラグナルがしたとされる行為は他の情報源を介して様々な人物と結びつけることができ、うちいくつかはより歴史的に確実である。以下が歴史的なラグナルと考えられる人物である。これまで伝説的なラグナルと一人あるいは何人かの 人物を結びつける試みは、様々な報告と年代配列の帳尻を合わせるのが困難であるために失敗してきた。にもかかわらず、旧世紀中頃のヨーロッパを荒らし回り、名高い息子たちの父となったラグナルという名のバイキングの英雄は、際立って根強く、その諸将のいくつかは、アングロサクソン年代記のような比較的信頼のおける出典にも取り上げられている。 1979年のデイビッドソンの記述によれば、研究者は近年、ラグナルの物語の少なくとも一部は、歴史的事実に基づいていることを認めている。一方、キャサリン・ホルマンは、ラグナルの息子たちは、歴史的人物であるが、ラグナル自身が実在したという証拠は存在しない。彼は、数人の異なる、歴史的な人物を混ぜたものであり。 純粋に文学的な発明であると結論付けている。ラグナルについての記述を含む中世の原点は以下の通り翻訳元翻訳、過失。ありがとうございます。